YouTube の再生を大輝カムバック。カムバックないよ。エンペラーセナって番組ですから。モンタイトルで授業すな。皆さんこんにちは、コウヘイです。ナベです。マリアです。カドレの休日です。5話、8、9、10、10、あと5話、12個、5話だよ、うん、授業なんかあったっけ。ああそうやってるね、うん、やばいよね、やばい、早い、もうちゃんと終わるのかなっていう不安と、あと8話私めっちゃ楽しみだった、 YouTube の再生勝負よ。そうだそうだ、今日は絶対これがメインだよね、メインだと思う。そうだよね、で首ありだから、うん、そうそう、で首までいくのかな、確かに。でも泣いてたよ萌ちゃん、あそうだね、フラグ取ってたよね、うん、萌ちゃん首フラグね、うん、そう、でも首までやってくれそうだよね、うん、なんかシーズン2のあのスピード感だと、確かに確かに、えどっちが勝つと思う、まずブルーとレッド。でもだから萌ちゃんが泣いてたから、あまあまあそうね、ブルー負けたのかな、純粋にいくとね、確かに確かに、まあブルー負けた濃厚だけど、うん、でもなんかそのローラの下りで俺なんかさ、ツイッターでさ、見ちゃったの、うん、アカウント見たの、なんかそのそう、アカウント特定してる人が、俺さ、あの水曜日やってるじゃん、あのちょうど昨日さ、メンバーシップやってて教えてもらって、えマジどうだった、そしたらね、めっちゃ再生されてた、へぇ、結構な、何十万回単位で再生、へぇ、すごい、え、待って、それ、先に言っちゃう、でもまあ確かに、まあ、この人たちは見てるから、視聴者は見てるから、まあ、ここへんやん動画の内容見てないんだけど、そうなんだ、じゃあブルー勝ってるかもしれないね、うん、かもしれない、うん、これを聞いた上でさ、ブルー勝ってそうっていうのおかしいけどさ、うん、私ブルー勝ってそうだなって思って、そうなんだ、エロってさ、うん、まあ、男性しか見ないじゃん、あでもなんかそのローラをやってたような、ああいうなんかドッキリ系って男女共に見るかなと思ってブルーかなと思ってたけど、でも強烈なエロは伸びるよ、あそうなんだ、そんな見てる、いや楽しみだね、うん、そのどんな感じの再生する、確かに、じゃあ早速いきますか、これも今ね、ほんとほぼタイムリーで確かにやってますので、じゃあスタートで、はい、いってみようじゃない、そうなんだ、あ、スタートで普通に間違えた、それでは、いってみよう、いってみよう、これから始まるね、いいね、スピード感がいい、何しますか、とりあえずチャンネルを作る、そうだね、まあ多分チャンネル作るもそうなのか、確かに俺得意だから、うん、パパって作って、さすがっす、で、なんか動画ちっちゃいのとりあえずあげる、そうだね、まあとりあえずなんかまあせっかくだし、人の多いとこ行って、うん、なんか撮影しよう、とりあえず昨日はさ、でもあげる顔出せないのね、そう、顔も名前出し、セクシーさを使ってきてさ、はい、まあちょっとルリボンいいじゃんって言ったから、まあ、それを一回外で撮ってみるとか、はいはいはい、塗り棒を歌うのはなんか顔だけ隠して、あーありか、モザイク、うん、あこれもありだよね、うん、確かに総再生数ならいろんな動画上げてもいいよね、うんうん、気合いだ、気合い、でもやっぱ動画もさ、コンテンツばらけちゃうとさ、負けちゃったらのりちゃんのチャンネルも使えるよ、俺が首かい、バイバイ、俺首かい、お前じゃあブレイキングダウン頑張ってね、いやいや短い間だけどありがとう、まあ首候補確か俺が一番あの票が集まってるそうなんでね、怖いんでね、怖くないことかよでもいじりだと思うよ、うん、いじりだと思うけど、いじりといじりの間にこのさ本音がね、本音があるでしょ3人の中ででもさ、クビになる時の今仕込みをしてますね、うん、そうですね、はい、そういうことか、早速ちょっと撮りますか、撮ろう、まず撮りに行けば、まず撮ってみる、量産しないとダメだから、量産、まずエロ撮る、量産しよう、この朝からあー、セクシーそうですね、街中で歌うあるけど顔は出さない、そうやな、何だろう、もう街中で歌うんだ、切り抜きとかしないですね、ロープ何もしないってなりますもんね、まあ、カメラマンとかもあ、これね、すべての人が歌える謎に意味、はい、なんか意味わからんやん、俺これブルーだと思ってたんだけど、え、あ、じゃあ、レイトが再生回ってるんじゃない、あれあれ、なんか俺これ見た気がする、このチャンネル名、えこれいいね、カオスとりあえずね、すごいね、え、わかんなくなったね、今日の作戦を発表します、ででんてか今日はもう撮影メインだから、もちちゃんの
お尻撮影。これボケかな。あれはさっき言ってた。お尻が出るパンツはこれ。お尻が出るパンツ。あ、はみ出るの。そう、はみケツするのこの。すごい。それ普通私服なの。私服。じゃいや分かる。これでなんかはみケツしてそこのはみケツがピッて上がっとったら、そうそう、あれでいいよね。何を話してるのよ。結構これでいい。そんなの履いてるわけじゃないのよ。それと。じゃあ、もえちゃんは。え、もえちゃんってここでできる？何やでの会話だからできる。すいません。あ、てかね、そう、はい、もえちゃん、あのね、インスタグラムフォローしてくれて、フォロー返したんだけど、もえちゃんさ、オリックスのチアガール持った。え、あ、そうなんだ。そうなんだ。あれ、のど自慢で2000フォロワーって言ってたけど、チアガールだ。なるほど。もっとそういうの出したらいいのに。確かにね。確かに。全然語られてない。だって、ああいうの、ああいうチアガールってなれるの、なかなか難しいでしょ。そうなんだ。うん、オーディションとかもあるから。すごい。なるほどね。なるほど。そういうのも活かせそうじゃない？確かに確かに。うん。結構個人的な戦いになると思うけど、ストックを今日、明日とかでめっちゃ貯めてもらって、二人で合わせた動画をショートで上げてくる。うん。この動画は僕とラオスで企画を考えてやっていくみたいな。え、ラオス、普通にラオスは立ち上げといてもらっていい？あ、いいよ。アカウント作成自体をやっといてもらって、じゃあ、やりますか。もう、似てます。似てます。あ、お尻歌ったな。歌ったな。歌ったな。一緒だね。似てるね。すごいね。切り抜きじゃない？ないっすね。どこだろう？神宮、浅草か。まあ、人前に行こう。さすがにね。ノンタイトの勝利を祈って。わかりました、わかりました。いや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 。俺あんまお前しないんだよ。これしないの？真ん中通ろう？真ん中通ろう？真ん中通ろう？いや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 。外国人の考えてる。え、でもおみくじ？はい。何？スペシャルミッション受かりますように。違う、全体的に。でもね。そう。でもね。全体的に。優勝しますよ。でもねで勝つよ。なんで勝つ？自分で。全然こっちが見えない。本気ファンキーなんだろうなって。え、待って、こっちでいいよ。後ろからの方が良くない？こう後ろからついてきてもらって、こう最初は顔映さなくてちょっと気にならせるみたいな。顔映しちゃダメなんだよね、ロープ。あ、そう。顔はダメ。だから顔はモザイク。すごいね、両行く。これが似合う。はい、羨ましいな。確かにね。すげえな、また。すごくない？すごいのが言います、そうね。あんま見たことないですもんね。でも思ってたよとは違う。うん、スタイリッシュだよね。うん、おしゃれな感じ。そうだね。だったらノーブレサンプルとかでよかった。あー、そこまでやるのかほら、スタイリッシュじゃない。めっちゃ困るやつじゃん。まあ、うまいこと。いや、でもいいと思う。スポーティーな感じ。いいじゃん、エロい。もうだから全部言語対応して海外まで差しに行くとか。英語も書けるエロの方がまだ大丈夫ですか？修行見て。これさ、こう、はい、こう。あ、すごい。やばいじゃん。やばいじゃん。あ、オッケー、じゃあちょっと一回撮ってみるから、あの開けるところからお願いします。オッケー、オッケー、いい。何がいるかわかんないけど。何も良くないでしょこれ。太陽が輝くように。あ、こういうことね。ああ。こういうこと。でもこっちもこっちがあるんですよ。ね。でもちょっともう一回ちょっと撮ってもいい？なんかすごいね。演出も綺麗。あ、画角悪いですね。すごいこと。もっと近くていいよね。カメラもね。置いてくる方がいいと思う。プロちゃうからね。むずいよ。そうだよね。あ、それだそれだ。いいよいいよ。それで。エロ監督いるやん。でも北出さんはそれとかそう。ね、まあそうだよね、やっぱ。スリーとかがすごい。でもこれいいんですよ、この筋肉使ってる感じの動きで筋とか出るでしょ。それがいいんですよ。いや、間に合ってから。てか、この家すごいね。これ屋上に行くはしごあるね。あ、いいな、でもここしか見えててもいい。なるほどね。シチュエーションもなんかこう、ありそうで。うん、ヌリモさんほいほいっすか。ほいっすか。ほいっすか。みんな、二度沈まなくなりますよ。ちょっと YouTube 登録してくんない？あ、登録してくんない？いや、新しくチャンネル作ってさ。あ、そうなんすか？ちょっともしよかったらみんな登録してくんない？スマホを持ってる。え、社会科見学中なんですよ。あ、ない。社会科見学中？ちょっと可愛い。小学生の頃。可愛いね。はい、行くよー。人気だな、やっぱ。チーズ。はい、ヌーボー。
るんですけど、よし、あ、いいよ、はい、どうぞ。売れてる、売れてるやつのウイルスだな。早そうですね。そうですね、ワンちゃんね。でもこれならいけそうじゃない、今でも歌う、すいませんみたいな感じで言って、萌ちゃんに後ろで歌ってもらって、うちが後ろ姿でやるみたいなのいけるよね。うん、ね、すぐさ、サビだけ歌えるものある、サビだけ、え、こういう感じで、うん、なるほどね、サビだけ、あ、なんかいいね、映えるね、なんかいいよね、でもマジ映える、あ、いい、いい、いきます、海外に当てに行くもある、線がある方がいい、うん、ケツラインがあるもん、今何々だね、あんまり、どういうこと、わからないよ、ちょっと待って、わかるとか言われて、よくなったくなった、あ、そう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 、ここにすごい監督が、そうそうそう、ラブスターラブスターしか出てこないじゃん、あ、本当に、いや、俺結構大好きだよ、そこそこで顔赤くなって、かわいい、いきます、いいですか、 OK、 ねえねえ、ミアの光歌って、溢れる想い、愛は君を照らす光になれ、ねえねえ、ミアの光歌って、歌ってる手なんですね、おもちゃが、あ、歌ってそう、ビジャが歌ってる、でもこういうのでTikTokでバズってるってあるんですよ、ほんとにでも近づいてたもんよ、そこでさ、教えてくれ、いいと思う、いいね、下のラインが上がってる、あれがもういただきましたって感じですね。いやさ、ダンス、いやいや、あの普通にもう AV 監督にしか見えないのよ。あー、楽しそうで何より、帰ってもらおうよ。え、もえちゃん、なんか用意してきてくれたやつある、なんか一曲でも、なんか、ね、あれ無言が、うん、海外の歌を歌ってほしいの、リボーさん、間違いない、竹下通りはもう無敵、無敵ロードなんで、ちょっと俺に任せてください、自信は、とりあえず、自信、いや、もう 100% 今は登録者増やしてるの、かまわ、あ、でもなんか動画のネタをつけてる、ちょっと喋りましょう、帰るもん、でも、絵のと歌ではないね、確かに、ちょっと喋りましょう、あの写真撮る、ただその前にさ、ちょっと僕ちょっと YouTube 頑張ってて、はい、再生を伸ばしたって毎日更新するから、はい、全部見てください、はい、友達に拡散してください、はい、あ、1週間限定なんで、はい、1週間限定、再生回数をとにかく伸ばしたくて、そうそうそう、はい、よろしくお願いします、ぜひお願いします、はい、なんか1週間限定で再生回数のバトルをしてて、よかったら見てもらえると嬉しいです、このチャンネルで毎日動画更新するから、でも知り合いに拡散を、再生回数のバトルをしてるので、ちょっと1週間あの再生を見まくってくれたらめっちゃ嬉しいです、再生数めっちゃ欲しくて、みんな再生してください、再生したみんなしてくれた、再生しためっちゃあげるから再生するまで返せないよみんな、大丈夫、まあそんな感じか、あとは歌う、歌う、歌う、ワイの歌多分 OK、 歌った歌ったいいよ、はい、いいよ、あと歌うか、君を本気で愛してたから、君を本気で愛してたから、あれってさ、顔後からモザイク、あ、そういうことか、かな、か、上切っちゃうのか、でも上切ったらすごい、もう画面ないか、確かに、モザイクかな、で、マスクしてて OK とか、え、いや、さすがにないかもしれない、ないよね、
違う誰かを求め向かう前に抱きしめて I don't wanna let you go yeah, yeah. はい、300万再生30万再生いった歌う場合ってたくさんあるからなみんな、あ、出ていないんだけどみんな乗り棒だよシーンじゃないのここ滑ってんねここ滑るねダメかもしれないあれ自信 100% いやなんかね多分外国の方多いみたいで英語でいい英語で英語でいいあのみんなあそこちょっと喋るわ Hi guys how are you I'm pretty good thank you where are you guys going なんで喋れんのすごい actually I have a YouTube channel and if you are okay please subscribe my channelPlease read my QR code. Awesome. Thank you. For sure. I want to get more viewers. For sure. Yeah, what kind you. of content do you post? Secret. Oh, I have secret to know. Secret is right now. Okay, perfect. Now we're going to post an everyday. Yeah, so cool. Thank you so much. You're so welcome. Arigato. Have a great day. Arigato. Beautiful. Thank you. Thank you. ちゃんと喋るでしょ。あとあの。りんちゃんさ、はるかに英会話教えてよ。あ、いいよいいよ。結構回ってる。どうだろう。どのぐらい回ってるの？いや、見る、さすがに250はいっただろ。フォロワー38。フォロワーはね、フォロワー38だけど、再生は258だろ。28。クソだ。あ、これカウントさ、条件違うんだ。さっきまた晴れたくちゃうの。あー。今日時間使ったけど、こんだけやって再生数28だったね。まあまあまあ、その再生じゃないから、結局再生ない再生ない再生ない今回は再生ない考えるとやっぱり星を取ることでもチャンネル登録者数がないんよ再生か再生回数それでは再生かじゃないと、のりちゃん、来週から別れだよおぉ、首かいわし首かコスパ悪いかもね、ちょっとね確かにちょっと効率が悪いよねなんか一見、まあ、塗り棒が人気とか、 なんかその地道な作業で増やしてもらうって大事かなと思ったんですけど登録者数増やしたいわけじゃないからその自分たちの顔を出せないじゃないですかってなったら効率的にいくんだったら、まあ、ちょっとあの作戦ではなくもっと再生回数を取れる状態にした方がいいんじゃないかなと思って全部違うのかなっていう感触まあ1日目ですかまあまあまあそうですねいろいろ試行錯誤しますよ、うん、クロープルスクエアですでみんなであのローラじゃねえローラじゃねえ、うん、でこれだここにあったし結構確かにこれかあったりとか握手とかもうそういうのやってって本当にそうだっていう感じを見せてでもう一度は歩いてセンター街の方に向かって人を引き連れていくっていう絵を撮れたら最高その前にできればその桜協力してくれる人を10人集めたいのあーでもこれ見たなチャンネルえ本当ツイッターのスクショが上がってたんだよね8日後に公開される有名人のチャンネルあーでもなんか、うん、あるよねうんいいねいいね顔隠したさ美女のさチャンネルとかさ謎に包まれてる気あるよねうんなるほどねラオスかなあそうあーラオスかな確かに有名人の誰かのチャンネルだと思わせて8日後に公開しますっていうような感じでもうズバリ某アイドルグループのチャンネルだと思わせるんですで僕らペルソナを立ててるんですよある一人の芸能人ともう一人の女性有名人というかモデルをその二人でやるチャンネルなんじゃないかって思わせるような仕掛けを作ってくるでそれがバズるかわからないのでショートではもうとりあえず数を打って歌系とかちょっとエロ系とかで数打ってなんかまあ保険をかけるみたいな作戦でいこうと思ってますどういうことローラーローラーだと勘違いさせる作戦J っていうのは何これ YouTube やってるバンクってるんですよ J とあるローラーと2つの軸でねうんじゃあちょっと桜集めからあ、今お時間ってありますか3時ぐらいあ、ローズみたいな感じで寄ってきてほしいっていう桜は、ちょっと桜なんですけどなるほどそうそうそうもしなんか、本当に待ち合わせがなんか長くないとかであればもうちょっとなんですね飽きちゃうんですかすみません、ありがとうございます難しいですかね大丈夫あ、すみません見れないか
あ、そうです。ごめんなさい。YouTube を撮影してて、でモニタリングみたいな企画なんですけど、はい、そこでちょっと今、なんか桜を集めてるんですよ。ねえ。これ100人ぐらいさ、この人が1、2万ぐらい集めれるんだっていうので、周りの人も勘違い。息を収めたりとか、ね、えーえーえー、すいません、一列だと。そのアイドルの宣伝もさせてもらうんで、どうですか？いや、マジマジ、え、いけるよね。あ、ビラ配りしてる子たち、いいじゃん。わかりました。ありがとうございます。え、待って、あれじゃん、あのブリーキングダウンの、あ、ほんとよ、頑張れマサオ、え、知らない、いや、なんだっけ、マサオ、あ、マサオ意味だ、協力してもらえよ。こっちには気分が変わってますけど、今番組の曲でヌリボーと一緒にやってるんですけど、ヌリボーさん、はい、なんですけど、もしよかったらちょっと協力してもらえないかなと思って、あの桜を集めてて、ちょっと正雄さんにご協力いただけないかなと。時間かかりますか？え、いいですか？ありがとうございます。なんか、真剣に見ちゃうね。真剣に見ちゃう。これは、確かにこれは、面白い、僕らのチームです。面白いね。よろしくお願いします。お願いします。ここはちょっと見守るとこだもんね。僕らに集まなかったら、ちょっと失敗っていう感じで。じゃあ、行きますか。あの人だかりは、集めてたんだね。どうなるのか。どうなるんだろう。なんだろう、集まったらすごいけどね。待って、ローラちゃん、ローラさんですか？ローラじゃない？ローラですよね。ちょっと握手して。え、やばやばいね。え、やばい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 、そうそう、やばい。私のセクシーだよね。どこに行ってんの？なんだろう、なんかインスタのストーリーだったらいいかもって感じだけど、うん、なんか日常じゃない？わかる？インスタのストーリーだったらなんかこうセクシーで可愛いねっていう感じな気がする、うん、なんか今パッて思いついたのが、
自分たちがやってることを出しちゃいけない、編集とか撮影の時間がない、一週間しかないって思った時に、有名人の切り抜きって結構回ってこない、はい、TikTok とか、確かにそれがショートとかでもさ、めっちゃ回ってるよじゃん、それだ、バズるかバズらないかわからない動画を一から築き上げて1週間やるよりかは、うん、有名な人の切り抜きをやる方が効率的にいいかなと思ったんだけど、こう例えば、まあ、許可は必要だから、 そうだね、そもそも許可取れるかどうか、うん、そうね、同じような感じがあるから、結局は強いけどね、直でいける、直でいける、うん、でも広告なしでいいんだったら許可いらないから、マジでバレる、確かに、うん、確かに、あ、再生するさんに許可取ってみてよ、みっくんに、みっくんに、なるほど、はい、強いね、ただ、みっくんは公言してるんだよね、切り抜きやめてくれって、あ、そうなんだ、ブレイキングダウンの切り抜きやめてくれ、俺らの動画もやめてくれ、みたいなこと言ってるわけよ、うん、じゃあ、まあ、聞いてみる価値はどう、一応ダメ元で、もう聞くよ、じゃあ、お、ミクル出てくる、電話してる、あ、ミクお疲れです、あの今ちょっとノータイトル今撮影中でカメラ待ってるんですけど、うん、あ、改めてなんですけど、うん、やっぱ切り抜きってやっぱちょっとそのミクのしない方がいいですか、それともミクのしてもいいんですかね、どう思いますか、俺のしない方がいいでしょ、やっぱしない方がいい、俺切り抜き最近禁止したばっかだから、あ、ですよね、はい、視聴者たちがめっちゃ攻撃してくると思うよ、その違法行為してますよねみたいな、はい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 、なるほど、ブレイキングダウンの切り抜き OK よ、あ、ブレイキングダウンの切り抜き OK、 もう俺社長だからね、あ、社長、ありがとうございます、分かった、じゃあそれでいきますわ、あの俺があれだからね、あの相手対戦相手たちがそのブレイキングダウンの切り抜きしたいって言ってきたらそっちも OK するから、あ、対戦相手も OK、 うん、わかりました、じゃあ、はい、ありがとうございました、お疲れです、切るの早っ、ブレーキングダウン、いいの、嬉しい、うん、いいよ、いいね、ミクル君は電話の時は結構声を優しめのタイプなんですねじゃあ、待て待て、作戦は切り抜き大作戦が、一番、いや、まあ、とりあえずブレーキングダウン切り抜きできるのいいよね、いい、これ強いね、あとはレペゼン聞いてみる、あ、レペゼン知り合いだもんね、社長仲良くて、それめっちゃいい、それマジ頼むわ、レペゼンポイの切り抜きも結構持ってるじゃん、そう、レペゼンさんたちめっちゃ切り抜きあるイメージ、俺ガードマン、ガードマン行こう、ガードマンいけるの、あ、ガードマンさん、うん、強いかも、聞いてほしいかも、レペゼンとガードマン行ったらマジ強いと思う確かに、あと米をめっちゃ鍋やから、米を、米をもね、ブレイキングダウンもあるし、あ、いいじゃん、じゃあ、はい、とりあえずリボとブレイキングダウンは全然喋れないから冷たいよ、そうだよね、はい、そっか、聞くより、たまには止めて喋った方がいいから見れちゃうから、いや、そう、見れちゃうえ、これまあなんか結果どうなるか分かんないけど、うん、1週間で有名人の切り抜き伸ばすのめっちゃ大変だと思ってて、本人がツイートしてくれるんだったら全然あれだけど、本人ツイートもだってセットでお願いするわけない、この切り抜き見てねみたいな、で、お願いしてくれるんだったら全然あれ、うん、確かにね、で、シーズチャンネルの切り抜きほど大変なものないから、もちろんやっぱね、何ヶ月か仕込んでやり続けるんだったらいいけど、うん、まあ大変じゃねって感覚的に思ったっていう、うん、でも全然エロじゃなくなったね、確かに、うん、で、向こうはまだエロの要素もある、エロ見たかったな、かな、それショートの方 で、うんうん、エロとか歌を上げてくって言ってたね、うん、うんうんうん、てか普通にさ、あのブルーのさ動画は良かったね、良かった、ね、面白い、うん、ああいう動画全然あるよね、俺はね、おもろい、うん、伸びると伸びそう、うん、まあじゃあ行きます、はい、やっぱり時間かかるからもうやっちゃおっか、そう、うん、作戦変更、いい作戦、うん、まあ、これが一番まあね、効率は良くなります、そうですね、数えてますし、うん、うんうん、やっぱちょっとなんていうの、人脈勝負だね、
感じ、この感じね、終盤感が、あ、初日初日か、おお、そうだ、なるほどね、ブルー、これさ、2日目、3日目ってやってるってことはさ、終わらない、あ、終わらないことあるよ、すごいね、今日もすごいな、ほんと明るい、まあ、明るいな、何種類あるの、いや、で、昨日どうでした結構さ、はい、結構上げましたよ、私動画ね、何も上げた、ちょっとね、体調悪くて寝ちゃったんだよ、おい、ふざけんいや、それはでも勝ち、いや、俺マジ20分上げたでしょ、おお、すごい、で、これ回ってる、回ってるでしょ、さすがに切り抜きをね、あレベル出ていいの、絶対自分でしょ、バンさんのが1700回ってる、もう一回出た、バンさんのは1700再生回ってるけど、リボーは全然回ってってなくて、ぬりぼう回ってないね、俺も回ってないの、回ってない、ほんと一桁とかだよ、ぬりぼうよりもっと有名な人を手抜きだからいいってこと、出していくっていうのが、あ、それでさ、これ、あれだね、ルールでっていうと、まあ、動画回ってあげてました、あー、確かに上限何回なのこれ、いや、わかんない、多分これ1日に上げれる本数限られるってことだよね、そう、24時間に上げられる本数限られてて、上限上げる方法が1個あって、うん、まあ、免許証を送ってあっちがチェックしたら、うん、で OK したら上限上げてくれるらしいんだけど、うん、それが24時間かかるらしいのマックスで、朝送ったけどいまだに連絡なくて、うん、っていう状況を、はい、だから今日は1日動画上げられません、やっぱね、うん、って考えると、まあ確かにその塗り棒もいいけど、さっき春田が言ったような、まあ、もっと有名な人の動画を上げてくっていうのは一つだし、多分何が言いたいかって厳選しなきゃいけない、なるほど、そうだね、塗り棒の動画100本上げるより、あのもっと有名な人100本上げた方がいい、あ、でそう、それであとそのベリーボーのツイッターを使って拡散していくっていうのは間違いなく動画たちが回るようになるとは思うんだけど、え、ちょっと待って、ルールがもうブレブレじゃない、ベリーボーのツイッター、まずベリーボーを出すのも本当は多分ダメなはずだし、うんうん、彼らがツイッターで上げるのも多分ダメなはずだよね、って言ってたよね、うん、前回、そうけど、すでにある動画を切り抜いてるから映ってていいっていう解釈、いや、その解釈できないと思うけどな、だから、じゃあルール違反でダメって言われそうだよね、うん、だってツイッターで拡散できるようだったらもうなんかガンガンするじゃんね、ちょっとわかんないね、ルール上の問題があります、それを言うと、確率にあっちにはチェックされます、まあ、入りそう、入りたんね、うん、だから俺的には、うん、そのツイッターの拡散はもうちょっと待ちたいなって思ってる、なるほど、あ、相手チームにバレないように、あとさ、他の YouTuber やったチームさ、聞いてみるって昨日言ってたじゃん、あれ、どうだった、ということは、お前ズルしてますよってことなの、違う、だから自分たちがどんな動画撮ってるか相手チームに言ってないけど、あ、そういうことで、バレちゃうからって言ってるけど、だからやっぱ OK になったの、 OK になったのかな、裏側で、うん、でもそれだったら前回の編集、ちょっと待って、難しい、注釈入れてほしいな、オッケーになりました、そう、まあ、じゃあ、全然オッケー、社長が大丈夫だって、あとガードマンさんもオッケーです、ガードマンもオッケー、オッケー、あと米尾くんもオッケー、ホンダスイミングスクールもオッケー、なんでそんな笑いながら言うの対戦相手、あの、ね、技術弱いかなと思ってあとは、他のインフルエンサーに、ロー君の服かわいい、今そこいくらコメントすることがないから見ました、ロー君の服を、何、目玉焼きみたいな、違います、パンがいっぱい、パン、パン、うん、僕たちがツイートをついてるけど、チャンネルをツイートしてもらう、そっちの方がやっぱいいよなとは思うんで、それはやばいと思う、米を使う、そうだよね、チャンネルをツイートしてもらえばいい、ね、それがもう、それだよ、もうその勝負だから、強いんよ、めちゃくちゃ超伸びてる、だから彼にちょっとそれは拡散してもらえるか聞くわ、うんうん、あ、米っち、米っち、米っち、ごめんね、忙しいのに、どうした、あの、例の切り抜き OK って言ってくれたじゃん、で、そのもしよろしければそれをさ、もしよろしければ俺ら切り抜いたらツイッターとなんかインスタのストーリーでいいんで、なんかちょっと拡散してもらえないかなと思って、優しい、あ、コメオありがとう、あ、はるかもいます、あ、はるかもいるよ、つながってるいいよ、コメオおはよう、
ありがとう。え、コメオのさ、TikTok とかもさ、めっちゃ伸びてるじゃん。うん。それとかもさ、載せて平気？あ、ありがとう。え、じゃあちょっとあの、ツイートのやつとかまた連絡するね。ありがとう。はい、ちょっと無理に変わる。勝ったっもうじゃあ、もうこうなったらレッドの勝ちだわ。はい、まあ、どうやって再生回るかなって考えた時に、でも、瀬名さん20万人いますよ。そう、YouTube。 そうなのよ、うん、戦略で言ったら、YouTuber の知り合い瀬名さんとか多いんじゃないですか。でも、やっぱ美容系が多いんじゃない、瀬名くんは。美容系に拡散してもらえばいいじゃないですか。でもなんかそのさ、やっぱちょっと違うじゃん、毛色が。拡散力確かに違うんじゃない、まあ、自分に関する切り抜きをあの拡散するはしやすいけど、うん、全然関係ない歌とかを拡散してはなかなか、しかもお願いもしづらいでしょ。いやでもこれはもう背に腹変えられない。まあでもお願いはするけど向こうも多分ちょっと、いやそれはちょっと拡散しづらいわみたいな。でしかもちょっとエロでしょみたいな。まあね、そっか、そうエロだったもんね。そう確かに、ね、しかもマリアちゃんみたいにさ、美容赤でツイッターとかやっててさ、うん、急にさ歌も全然知らない、うん、あげてって言ったらあげてくれる。本当にお願いっつってリツイートしてって言われたらなかなかちょっと難しくない。確かにね。大輝の動画リツイートしてって言ったらそれは絶対無理。まあでも大輝がいた可能性もあるからね。そうだよね、依頼来てた可能性もあるから。ちょっといいですか、はい、じゃあもうさ、こんな実力勝負きつくないですか。そうで、ね、やっぱこれを OK にした瞬間もうゲームが変わってくるのよ。うん、もうこれレッド勝ちです、うん、はい、はい、知り合い勝負だもんね、うん、そうだから純粋な動画勝負じゃないじゃんもう、うん、じゃない、知り合いどんだけ今までいましたか勝負じゃん。だから元々の話に戻るよね、うん、でもだからその前提で最低限見てて面白い動画を作ってねっていう話になってくるよね。ちょっともっとルールちょっときつめにしてもよかったかもね。そうだね、うん、いやそんな中ブルーが勝つ逆転劇があるんじゃないかと。あーなるほどね。はいはいはい、はい、週刊少年ジャンプね。4人いるからね、ブルー。そうよ、4人いる。うん、おもちちゃんも、さあ、てか、おもちちゃんは人脈がすごい。あ、そうそう、ヒカルさんも言ってたから。はいはいはい。だったらほら、同じことできますから。でもその人脈すごいはやっぱ、あれしょ、偉い人たちの人脈だと思うんだよね。そのインフルエンサーじゃないから。そうだよね、多分。頑張って。まあね、ちょっとやっぱ切り抜き動画が上がると思ったんですよ。はい、負けるとそのチームの一人がクビになっちゃうんですよね。はい、あーなんすいません、あーマジすいません、ありがとうございます。はい、ほんと嬉しいです。はい、あ、ボンさん。はい、中村。おー、ボンさんだ。中村さん、お久しぶりです。塗り棒です。はい、どうした。あの、大丈夫ですか、眼科で。ちょっと片目まだ見えねえやんまり。うわ、マジですか。そうなんだ。ナイスファイトでした、ほんと感動しました。今病院ですか。それ大変なくした。病院昨日退院して。あ、退院して。あ、本当ですか。いや、本当ちょっと心配だったんで電話しました。まあでもそれもほら書き通りだから。ここもね、かっこいいですね。優しい。お皿骨作ってもらって人工で。あ、マジですか。ね、多分メンタルは下に落っこっちゃってたから持ち上げてもらったよ。あ、本当ですか。いや、あのバンさん。なんか本当。応援してます、これから。え、8も出ますよね、もちろん。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、今、怒っちゃったの。あ、違う、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ええ、ちょっと違いますよね、あの、メンタマン怒ったのが。あ、まあ、まあ、そう、これも気になるんですけど、うん、一旦まだメンタマンの処理がしきれてなくて、あ、私もそれも一旦終わって、次のこの場面。そうですよね、そっち行きましょう、そっち行きましょう。え、誰かが電話してる時に、声出して、何してんの。あ、本当ですか。いや、あの、バンさん、なんか本当応援してます、これから。え、8も出ますよね、もちろん。何これ。いや、本当ですか。仲いいだけ。俺出る意味あるからね、もうなんかちょっと切り抜き動画上げた時に、うん、あの、ま、タイミングとかも僕に言うんで、ちょっとツイッターとインスタのストーリーで拡散お願いできないかなと思いまして。いやいや、フリー拡散だからやってるよ。いやー、マジでやります。じゃあ、はいはいはい、すいません、ありがとうございました、長々、すいません。このヌルボーのこの後もね、はい、第一声が何かね、気になる。
優しすぎ。優しい。やば。コメオといいばあさんといい優しすぎ。すごいね。やっぱ男らしい人は優しいな。なるほど。これは？ん？のりちゃんも優しいよ。ありがとうございます。のりちゃんって言われてるの？はい。恋愛始まった？プラグですね。恋愛始まったのかな。まあ。距離感近い人はいるじゃん。電話中に声出すのはどう？そうだね、それはなかなかね、なかなか激しいね、激しめな。そうだね。だからもともとの地筋的には南国とかの方なのかな。あ、そういうことね。確かに確かに。接触ね、確かにね、激しめの多分はーいみたいな感じね。思い出が挨拶こういう感じ。そうなんだ。でも恋愛感予告できたね。そうだ、予告さえに激しかったよね。そうだね、やってた。今話してたのが、まあ、とりあえず2人撮るじゃん、多分歌ね、今日、うん、なんか数が足んないっていう話で。え、これあの、萌えちゃんが泣いた場所です。あ、構図的には。あー、名探偵コナンじゃん。うん、今から始まるよ。始まります。楽しみ。17個ぐらい、まあ、20個ぐらいある。うん、うん、合わせてで、あと歌で量産していくっていうので。え、でもさ、このさ、1本目の動画さ、この再生数普通にすごいね。この、まあ、279回、これ何もないチャンネルでさ、普通だったらさ、うん、見るきっかけがないじゃん。これ結構すごいし、もう一段動画、これやばいです。やばい、ね、これやばい。これはだから、本当に 2,3 日後とかもう一段階上がっていくっていうイメージ。いや、そうそう、でもいくらでも可能性はあるなと思って。船舶の免許持ってんだ。え、今日、あー、そういうことか。確かに歌はさ、どう考えてきてくれた。歌だって量産してるでしょ。え、でもね、それで言うと、僕さ、この時間正直今無駄だと思う。うん、ラウスは出ていい。萌ちゃんね、正直、うん、撮ってきてほしかったの。音をね。そう。楽器ありきの方をってことか。そうだよ、だから僕ギター持って帰ってほしいって。なるほど。伝えてたし、帰り際もギター持って帰ってほしいって。そういうことね。だから、この時間も超無駄でさ、レッドと一緒っていうの分かってたから、まあ、昨日ちょっとバタバタだったしね、ちょっとまたなんか早くね。そう、でもね、僕まず思うのがそのバタバタしてたし、それってみんな一緒で、うんうん、なんか言い訳にならないというか、まあ、そのバタバタは全然そうそうそうあれやねんけど、じゃ今もさ、まあ、言うたらさ、あっちにあんねんやん。いや別に撮ってくればよくない。え、もうそのバレてもいいってこと？なんか私あんまバレへん方がいいんかなと思ったから。え、だからなんかうまくさ、じゃその間にさ、レッドチームちょっと一旦はけてもらうとかっていう。で、僕一番嫌なのがクビルール適用っていうのが本当に嫌なの、うん、個人としても、うん、そのメンバーとしてもめちゃくちゃ嫌なんだよ、うん、だから僕はその帰った後も、うん、その別に頑張ってる自慢とかでもなく、うんうん、あのもうずっと朝までやってたのね、うん、ってなった時になんかみんなクビルール忘れてんのかなって正直思っちゃう部分があったの、うんうん、でもっとストレートに言うと、うん、萌ちゃん何しに来てるのかなって本当に思う。歌をね、萌ちゃんが楽器使って撮ってきてほしかったっていうのは、うん、持って帰ったらっていう指示を言っただけで、うん、撮ってきてとは言ってない感じだったよね、うん、そうだね、萌ちゃんの反応的に、うん、それを察して撮ってこいよっていうのは無理が気がする。これだからもうね、あれよね、もうバナにはめてるようなもんだからね。って思っちゃうよね、やっぱ解釈として。うん、なんかそのさ、クビルールの話もさ、別に今も言い出さなくていいやん。うん、わかるよ。もう頑張ろうよ、だからできる限りのこと尽くそうよ、だから音楽のところお願いね、だから撮ってきてね、この曲これ一緒にやったら多分伸びるよねみたいな話を一緒にして撮ってきてね、うん、じゃあ、うんうん、そこは明確に楽器を持って帰ってねじゃなくて、うん、撮ってきてねじゃん。そうなんですね。持って帰ってきてねで撮ってきてないの詰められてもさ、うん、やっぱこれすごい俺はずるいと思ったのは、うん、でもそれでさ、いや撮ってくれば確かに良かったねになるじゃん、女性が。てかその私だったら言う、まあ、え、撮ってって言ったみたいな。え、これで前提条件が入ってきてるタイミングの違いないの。あ、そんな強く言えないみたいな。それはそうかも。ま、萌えちゃんだったら言えてないからこうなってるもんね。萌えちゃん多分、あ、まあでももともと言えないタイプの人なのかな。いや、わかんない、どうなんだろう、ね、でもちょこちょこ言ってはいたけど ね、そうそうそう、そう、うん、なんかね、持って帰ればいいだけかと思っただけ。うん、ね、確かに確かに。なんかセナさん
さんもさ、これ言う時にさ、いや昨日持って帰ってって言ったじゃんみたいな、うん、でも、いや、私こうだと思ったって言った時に素直に、うん、あ、ごめん、ちゃんと伝えられてなかったんだけど、そうそうそう、でも俺は取ってきて欲しかったんだって言い方をすれば、うん、もっとなんかいい感じにまとまるというか、しかもこれあれしか 2日目か3日目でしょ。そうだね、うん、そうだね。それでさ、いや、このままだと首ルールあって首ってとこまで飛躍するのすごいね。そう、もうただ険悪な感じになるからね。じゃあ、見ますか。見ますか、うん、思っちゃう、もう何しに来たんだろうってめっちゃ思う。まあでもまあね、まあ、セラのなんかもうちょっとこうしやってほしいっていうのもまあ分かる、やってほしいとかじゃなくて、なんかそういうな本気度っていうところでしょ。僕最後まで結構しつこく言ったと思うんだよ。ギター昨日の時点でもさ、あのリストアップしてきてほしいって、うん、全然なかったのとかも、うん、自分がクビになるっていう可能性考えないのかなっていうのもそうだし、他の人がクビになったら嫌だとか思わないのかなってちょっとそれを思ったんだよ。あ、何リストアップとかもやってなかったのかな。全然実の話じゃない。なんかその描写あったじゃんさっき、うん、歌なんかリストアップしててうんうん、言ってた言ってたじゃん。あれのこと言ってるんじゃない。それをやってこなかったって話じゃない。うん、うん、なるほどね。でもなんか私あの描写だけだったらね、カメラ外で言ってるのかもしれない、うん、けれどカメラに映った場所だけ言うなら、あんなさっと言った感じじゃ、まあ、伝わってないよっていう。なんか結局だってもうさ、瀬名くんがリーダーとして今多分リーダー論をずっと繰り広げてたわけじゃないですか。でリーダーとしてやってて、やっぱ伝わってなかったら伝え方が悪いんだよねっていうのも理解してるわけじゃん、はい、それでこれ言うのは良くないと思います僕は。そうね、だからで、あとやっぱね、ちょっと首の話ちょっと出しすぎ。わかる。なんかさ、もうやっぱ確かにもうモラハラ彼氏のやっぱフラッシュバックしてるね今。俺大輝が戻ってきた、戻ってきたよ、ね、思い出されるね。なんかさ、実際負けるかつどっちもさ、わかんない状態じゃん、レッドもブルーも、うん、なんか二組ともさ、なんかこう自分がクビにならないための伏線張りすぎじゃない。そう、そうなんや、見てて気持ちよくない、うん、実際にもう全力で全員やって、うん、負けたら考えればよくない、うん、そう、うん、本当に確かに、うん、そう、ちょっとまいちゃん、この後まいちゃんか。いやちょっとまいきますか、てかさ、あっち行ってやめてない？ねえねえねえ、待って、え、渡辺さんのやつ来てる。渡辺さん、渡辺直美さん。あーあ、ピュッパリーズのやつね。プリーズを着てるってやばくない？確かに、確かに、かわいい、かわいい、男性で着てんのいいね、なんか初めて見たよ、男性で見てる人。かわいすぎ。え、瀬名が声を荒げてるぞ。だよね、瀬名くんがさ、ガチで怒ってる時のさ、顔じゃないあれ。ちょっとマジどんな感じ、声聞こえるんだね。なんでどういう感じ、割と近くなんだ、うん、隣とかの人ね、今や。あ、聞こえるね、うん、昨日はほんまに体調悪かったから、もう睡眠ちゃんととってパフォーマンス上げないと、結局今日体調悪かったら何もできへんやんって、戦力にならんから、私はまず体調を整えることをとって、うん、でもできることってあるから、そうやって曲、最新、ほんまの最新の曲を、うん、ちゃんと覚えきれてなかったっていうのがあるから、うん、だからそれは機能できるやんと思って、まあ、寝ながらも一応音楽聴いてっていうのはやってきてはいるんやな、うん、で自分がクビになるかもっていうのは多分誰よりももう一番に思ってて、瀬名くんにそうやって何しに来たんって思われても仕方ないとも思う、うん、ただ何回も言ったやんって言ってくれたけど、それ気づいてないから、レッドハゲさせたらいいやんっていう案があったら、それをストレートに教えてほしかった、うん、いや結構真っ当な返しですから、ね、うんうんうん、ちゃんと伝えてるね、うん、でもやっぱこの4人が揃ってる場で、うん、いや自分が一番クビになることをやっぱ考えてるしっていう発言をこのテーブルに出させた瀬名くんのプレイに見えちゃう。わかるよ、めちゃくちゃ。だからもうあれですね、大輝カムバック、カムバックないよ、うん、あれを思い出します。そうね、そうだよ、まあ、正直私からするとラオス君なんかしてます、うーん、なんか確かに演者でもなければ、はい、まあ、企画考えてるのかはちょっと分かんないけど、そう見えてないからね、うん、あのその映されてない部分でめっちゃやってるのかもしれないんですけど、見えてる部分だけだったら、まあそうね、なんかしてたっけみたいな、
だったらラオス君も途中参加だし、クビの可能性の話に入るんじゃない？うん、入るんじゃない？だからこそやっぱちょっと なんかいやまあまあまあみたいに言ってたのかもね。そうね、立ち位置ね。あ、そうそうそう、なんか本当になんか信頼関係大丈夫そう。え、だからやっぱそのクビの話とかを持ち出すのがやっぱ良くない。良くない、もう考えずにとりあえず取りに行こうでいいじゃん、うん、頑張ろう、再生数取りに行こう、以上。うん、そんなみや、マジでちょっとマジで音楽何本かリストアップして作ってきてみたいな、とりあえず一回ちょっと撮ってみてみたいな、もしかしたらなんか部屋であんま音響とか問題で撮れないかもしれないけど、一回撮ってそれ見て考えようみたいな。あ、でもさ、やっぱさ、うん、その何回も言ってるってセナさんが言って、うん、なんかその言われた記憶ないしって萌えちゃんが言ってたじゃん、うん、まあ、言われた記憶、まあそうか、捉えられなかったしみたいな、うん、前捉えられなかったし、うん、なんか大輝くんの時もそうだけどさ、セナさん結構察してちゃうんじゃない？ああ、はいはいはい、なんか意図汲み取ってよみたいな、うんうん、感じだから、萌えさんは多分それが苦手だから、うん、もっと直接的に言わなきゃうまく回らないのかもね、心理、うん、的には、うん、はい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 、うん、確かに、そう、多分もしかしたら瀬名さん苦悩してるのかもしれない。いや苦悩してると思うよ多分、ね、うん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 、ちょっと言ったけど伝わってないんだみたいな感じになってる気もするけど、うん、なんかやっぱ察する能力って人によってあるか から意外となんかその普通のいわゆる言語のコミュニケーションだけで、テキストとかに文言とかに落としてないんだろうね、うん、ああ確かにね、明日これやろうとか、う、ね、うんうんうん、確かに確かに、なんかもう そこがさ、逆にテキストで LINE とかだったらもうシンプルにあ、やらないと、うんうんうん、になってないんかなって感じがします。はい、今昨日のことああだこうだって言われるのは、うん、ちょっと正直カチンってくる、うん、もう時間戻らないやんって、うん、じゃあその時言ってよって、うん、言ったじゃん。え、だからレッド履けさせたらとか言うのは自分の中でないから、レッド履けさせたらっていうのとかを、うん、そのまあそれこそ今思ってるから言ったの、やり方っていくらでもあるよねっていうことで言っただけで、それ今のジャストアイディアみたいなことなんだけど、何しに来てんだろうって思う人がいるチームをチームとして勝たせる必要、このミッションで勝たせる必要はないのかなっていう感じになっちゃった。はいはいはい、何ですか？ええ、ちょっと待って、お前ちょっと全然チームお前お前開けんなよ酒ばっか飲んで、何飲んでんだよそれ。これね、ビーチルおいしいやつじゃないかい。CBD のお酒です。じゃあ一回もう一度聞いてもらっていいですか？はい、まあ戻しますね。ちょっと待って、怖い話してたよね多分。すごい怖い話してました。言ったのやり方っていくらでもあるよねっていうことで言っただけで、今のジャストアイディアみたいなことなんだけど、うん、何しに来てんだろうって思う人がいるチームをチームとして勝たせる必要、このミッションで勝たせる必要はないのかなっていう感情になっちゃったんだよ。へぇー、うわー、これは怖すぎるて。えそこまでなの？えそこまでなの？もうそうだし、そういう思考、うん、思考回路がマジでわからない。いや、それはわかんない。なんで、え、あの一番最初に思ったのは、あなたが判断者でしたっけみたいな、出演者ですよね、メンターではないですよね、うん、カラさん、ミクルさんでもないですよね、うん、なんかまあちょっとやる気のない子がいて、その子がいるから、まあこのゲーム勝たせなくていいかみたいな。え、どういう立場？あーだから、だから今の瀬名くん側からのところを共感しに行こうとして描写すると、はい、このチームの、はい、リーダーと認められた自分です、はい、が前提、はい、の上で、依頼したよね、はい、でそれに対してカチンとするクってかかられました、はい、何言ってんだお前、はい、そんな努力もしてないよと、こっちがリーダーである自分が判断している、はい、俺が判断するとあなたとは一緒にできないからいなくなってくださいねっていう発言だと思います。共感しようとしてない。共感しようとしてない。事実事実やったわけ。え、だから共感はできんもん。え、セナさんはこれを言うことによってもっと萌ちゃんが俺ぐらいの熱意で頑張って俺を勝たせたいと思わせるような存在になってねってこと？もうノンタイトルで授業すな。自分で気に入った子集めて授業した方が良くない？うん、もう思考回路が勝たせる必要ないかなっていうの、その一言が私的になんかもう監督目線で、クリティカルヒット。クリティカルヒット。
懐かしいえそうなんよね。これを聞いてさ、うん、逆に、うん、ラオスと、うん、おもちちゃんが、うん、萌えちゃんがありつくはない。あー確かに普通に考えればありえると思うよ。そうだよね。でも確かにラオスは、まあ、萌えちゃんをかばう姿勢もあったから萌えちゃんにつくかもだけど、はいはいはい、おもちちゃんはまあ、もう初期からセナさんと一緒にいるからこの思考になっちゃってる気もしなくもないけど、ね、しかもあれですね、あの前科ありますからね。あの自分、はい、回るっていう、あ選択側に行くっていう、はいはいはい。あと今回で、ね、やっぱおもちゃんは頑張ってるから、そのまあそうだよね、出演者として身削ってますから。そうですね、うん、でも身削ってるからこそ勝たせる必要ないって何ってなんない？いや、なる。ちょっともう一回だけこの発言聞いていい？ちょっとごめんなさい。だからレッド履けさせたらとかいうのは自分の中でないから、レッド履けさせたらっていうのとかを、うん、そのまあそれこそ今思ってるから言ったの、やり方っていくらでもあるよねっていうことで言っただけで、うん、それ今のジャストアイディアみたいなことなんだけど、うん、何しに来てんだろうって思う人がいるチームをチームとして勝たせる必要、このミッションで勝たせる必要はないのかなっていう感情になっちゃったんだよ。いやすごいね。すごいね。これはね。それ言われたら泣いちゃうよな。泣いちゃうね。いやだって萌えちゃんも多分萌えちゃんなりにが、まあ、やってなかったところあるんですよ。うんまあ、この撮影に来て、ノンテールに出て頑張ってない人いないじゃん。うん。いやまだでも続きそうだよね、多分。続きそうですね。そうだね。はい、見ましょうか。はい。でも俺昨日なんか見た時にその一人で練習したカメラ回ってないところで練習してて、その時は俺なんか見ててめちゃくちゃ感動したというか、違うね、なんかそこの本気とかもめちゃくちゃ萌ちゃんが頑張ってるの分かってるけど、それこそ殻破る時じゃないみたいな、待って、めちゃくちゃやってるのは頑張ってるのは分かってるけど、何しに来てんだろうと思う人なわけでしょ、うん、どういうことなんだろう。これ本当にブルー負けて萌えちゃんクビになった時えぐない、うん、えぐい、震える。ちょっと違う意味でブルーかさっきのさっきの俺と違う確かにね、かわいいよ本当に。いやでもまあラオスはやっぱ萌えちゃんの、まあ、ねてか今回だからナースがいてよかったよね。なんか大輝がいなかったから、ね、だからもう一方的にぶん殴られたけど、そうそう確かに確かに、今回まあ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 って言ってくれる人が一応いる状態だからね、うん、確かに。いきますか。ちょっと待ってな、いい、思ってること全部言っていい、うん、クビになるまあ、萌えちゃんの立場だったら絶対思っ、俺も多分この立場だったら一番、私はみんなよりいろんなことが劣ってるし、授業だってさ何も分からんし、そこで全然戦力にならへんし、これまでに自分が何ができたかって何もできてないし、ここしかないっていうのを一番分かってるし、まるちゃんの歌でって言ってくれたら嬉しかったけど、正直不安がめっちゃ一番大きくって、だから言い訳なんかしてる場合ちゃうって思うし、鍵の努力とかってどうでもいいって思ってる正直、うん、ただこれだけは分かってほしい、ちょっと分かるよ、精一杯頑張ってるつもりやねん。まだ揉めてないってか、ってか、うん、揉めてるね。何も歯磨きしてるっていうか、どうしよう、今のままだったら僕は萌えちゃんと一緒にできない、うん、待って、これ泣き止んだ後の会話ってことだよね。変わってるか、うん、ちょっと待って、このだからこの前提さっきの会話しかないもんだけど、うん、いや、ごめん、こう今、萌えちゃんとは
超仲良くできるし、ずっと友達で。違うぞ、内容。戻れ戻れ。仲良くすることできる。戻れ戻れ戻れ。一緒授業は本当に無理。え、なんでそこまでなるん？飛躍がすげえな。一緒の授業は本当に無理って。ごめん、めっちゃ大事な話してるからさ。ちょっと待って、泣いてない？マジな真剣な話。ちょっと俺泣いてるから心配できた。ありがとう。心配はしてくれて嬉しいねんけど、うん、ほんまにごめん。ちょっとマジで今、マジで大事な話やから、ごめん、もう今すぐ言ってほしい。あ、もう、もう5秒以内にマジで言って、ほんまに。ガチでガチで。ごめんごめん。まあ、わかんないからね。え、ちょっと早く言ってくれへん、もうほんまに。萌えちゃんも強いね。え？え、もうこの人と授業できないまで思ってんの？瀬名さん。うん、本当私苦しくて見るのが私も泣きそうになっちゃった。待って、また泣くじゃん。いつも萌えちゃんに重ねない。勝手に重ねた。そんなさ、俺この人と一緒に授業やるの無理だわって思うほど貯めてたし、なことをしたの。ちょっといや多分本当にめちゃくちゃ飛躍しちゃうんだと思う、瀬名くんっていう人が伝えるときに、うん、じゃあ1の感情を100にして伝えちゃうってこと？どうなんだろうな。ああ、大輝いなくなって平和になったと思ったのにな。どうなんだろうな。な、え、そんな、そんなにやってないのかな、見えないところで。まあね。いや、瀬名さんをかばうなら、うん。ね、そうね。本当に、うん。やってなかったのか、うん、でも、本当にやってなかったのとしたら、直さないか。そう。うん、まあ確かにそうだよねって萌えちゃん側を責めそう。うん、本当にやってないんだったらね、うん、てかさ、そういえばさ、大輝くんが詰められた時って大輝くん反論してなかったじゃん。うん、反応した。これ反論してくれる人だったらどうだったんだろうって話になったじゃん。うん、確かに反論してるじゃん、萌えさん。うん、こうやってきたね。こうやって、こうやってきて。なるほどって感じ。萌えちゃんと一緒に授業できないことなの？やっぱでまあコメントで、はい、瀬名くんとマリアちゃんの口論を期待する人は上位で、あの、こんな暴論に対して言うことは何もありません。まあ行きますか。行きましょう。はい、まあ、どうだった？いやもうね、歯磨いてないでしょこれ。相当契約だし、だからその本当に変わんなきゃダメみたいなこともなんかちらっと言ってた気がする、あの萌ちゃんに対して。なるほどね。今回特別ミッションなので、正直そのミッション一個一個クリアしていくっていうのもこの番組の性質上すごく大事だと思ってるんですけど、ただ首ルールがあるっていうのを多分みんな言うてそんな認識してなさそうな風に僕から見えてたんですよ。本気でもっと死ぬ気にならなきゃダメだなと思ってる中でちょっと、緩んでるというか、まあなんか瀬名くんにみんなに対してそう思ってんだ、みんなに言えばよかったじゃんね。なんか今の発言別にほら首ルールだよ、首ルールだから一人に投資している方がまあ言いやすいからっていう、そういうことか。これ今ノンタイトルじゃなくてカイジだから。あ、はい、ちょっとお前ちゃんの発言からちょっと緩んでるというか、まあなんか瀬名くんに一緒にやりたくないってって言われて、まあ、うん、まあ、当然っていうか、そうなっちゃうよね、かなって。でも今日からもう1週間切っちゃったけど、できることを、あ、てか私がマジで今はできる時間やと思ってるから見返したいですね。うん、一緒にやりたいなって思ってもらえるようにまずは見返したいです。え、でもなんかさ、これでさ、じゃあ萌ちゃんめちゃくちゃ頑張りました、結果出てブルー勝ちました、瀬名さんのこの発言を正当化されちゃう気がして、うん、ほら俺がああやって勝つ入れたからよかったじゃんって、それはまたちょっと違くない？でも負けたら萌ちゃんいなくなるよ。いや、そうなんだよね。そうなんだけどさ、萌ちゃんすごいね、あそこまで言われてなんか一緒にやりたいと思われるように頑張るって言えるのがすごい。私だったら、じゃあいいですって言っちゃう。ねえ、そんなん言うんだったらもう、え、もうやめますみたいな。いや、まあ、ダンスと、うん、もちちゃん
とやります。セナ君そうないんだったらセナ君もやんなくていいよ。ミラちゃんでもほらさっきはラオスさんは確かにこうやって言ってたけど、うん、おもちゃんは何も言ってなかったから。でも女子って結構共感してくれるじゃん。そうね、確かに。しかも今回初めてその同じチームで女子がいるから。そうだね、まあ、多分慰めるし、うんうんうん、寄り添ってくれるのかな。もえさーん。おっ、自分だ。これワンナイン、これ1日学西田と申します。あ、これあ、すいません、予想の選挙ありがとうございました。西田だよ。はい、御社からこう提供を受けたあのブラックジンジャーの件についてなんですけど、はい、ちょっと、まあ、今回使いたいなと、まあ、思いまして、はい、次はちょっとやる前にさ、ちょっとだけいい話で、ここでさ、2人作業してたらそうやな、邪魔になる間で嫌なあれかなと思う。本当こいいね、このそんな感じ。ここで？うん。話しにくいとかない？大丈夫？全然大丈夫。うん、解決してなかったから、うん、まずなんかその、まあ、僕もさ、本当、まあ、マジでこれ自分でもよくないなと思ってんけど、うん、バーってまあ言うし、うん、だから言いにくいのを作ってるのもあると思ってるっていうか、それは真実だと思ってるから、うん、その萌えちゃんが今思ってること、うん、まあ、時間経って思ってることを聞きたいなと。はい。一番 その自分そのセナ君とか関係なしに、うん、そもそも自分の思いを押し殺して、うん、で相手に伝えないっていうのを、うん、すごい自分の悪い癖 でそれは良くないって思ってるし、せっかくやからこの機会で、うん、もうほんまに変えたいってマジで思ってて、うん、っていうのもやっぱセナ君がすごいこうストレートに、うん、なんてぶつかってくれてるというか、うん、向き合ってくれてるっていうのもすごい分かったから、うん、そういう信頼があって今後はもうちゃんと、うんうん、自分からぶつかっていきたいなって思ってて、なんかいい関係になりましたね、うん、そんなことないですか。あ、いや、ちょっと副音声が違うなと思って副音声でちょっと違います。なんかそんな話してたっけ。まあだから上辺の会話よな、今のはもう完全に。そうですね。ねえ、てかさ、ヌリボン寝てない？あれ始まる？あ、ご飯食べたら寝ちゃった。マグワイのシーだから。ねえ、マグワイって。ベイビー寝てる。起こすか？起こそう。あ、起こす方法であれやったのね。ね、起きて、うん、起きて、うん、起きて、うん、ね、これを見せられてるロックで、何を考えてるのかな。何これ。ロックもチラって見るよね。なっちゃうよね。何回にしますね。大人なんで。何、1個1個じゃないの？何？うん、どうだった。どんな思いすぎるやろ。調べてないでさっき。起きる時間です。分かった。起きる時間です。寝てたか。寝てたよ。起きて何するの。起きて。もう一回ロック来たしな。起きてサインしないと。サインするの。サインしないと。あれ、これ付き合ってんのかな。付き合ってなかったらおかしいじゃん。あの生足の部分触ってたじゃん。起きないの。あ、分かった。また起きる、起きる。あ、過ごしないと。マウスマスしないとじゃないんだよ。待って、マジで。マウスマスマスしないと。おい、イチャイチャすんな。あ、遅いんだよ、ツッコミ。もういたか。マウスマスマスして、仕事して。おはよう。おはよう。おはさむだね。お前さんもな、ロックもいたから、ごめんごめん、気づかなかった。起きたかい？ネタでやってんのかガチでなんかよくわかんないですね。うん、ネタだったらおかしいでしょ。ただ、萌えちゃんは、それいいことだと、これいいことだと思うけど、引き戻される現実に自分にすごい自信があるんだよ。ちょっと、引き戻されてる。聞こえなかった。ネタでやってんのかガチでなんかよくわかんないですね。ネタだったらおかしいでしょ。ただ、萌えちゃんは、それいいことだと、これいいことだと思ってんだけど、
本当は多分自分にすごい自信があるんだよ、うん、本当は、うん、だけど自信がなさそうに振る舞ってるんだけど内心自信あるから、うん、例えば僕から何か言われた時もうムッと顔に出たりしてでも言わないみたいな、多分プライド傷つけられてるんだよその時って、うん、で自信は絶対あるんだよ。でも本当はそこが萌えちゃんの良さだと思うんだよ、うんうん、だからそこをまず見極めた方がいいのかなと思うんだよね、自分自身を知るっていうところで。あ、いいよ、ちょっと待って、どういうこと？良いところを言ってくれたんだよね。良いところとその反面の直した方がいい。だから伝えたいのは後者で、うん、でも一回褒めて、うん、落としてるの。そう、手放しで褒めることはないですから。あとやっぱここのポイントって全部今会話の中って全部ダンテイクションだね、うん、そうだね、そう多分そういうタイプなんじゃないかなじゃなくてこういうタイプかもあなたはっていう話し方だよ、うん、からこれがもうほんとモラハラのねテンプレ内容そうすると自分そうだよなって、それはさ人間ってさ、これ占い師とかもそうなんだけどなんか喋ったらさ絶対どっかしら当たってんじゃん、それをダンテイクションで喋られたらあ確かにってなるじゃん、を今ひたすらやってんだよ。でもなんか萌えちゃんも私みたいに理解できてない顔してるって思っちゃう、うん、してる気がする。でも話は受け入れてんじゃない、なんか感じ的には受け入れてんのかな、うん、どういうことってなってるかも。あー確かに、ちょっとごめん、わかんない、ちょっと見てみよう、うん、見てみよう、どこだろうな、どこ行ってない、うん、いやむずいな、多分刺さってないんだよな今の反応が。やっぱそっちだよね、おおってなってないな今。あなってないし、そのすれ違いが多分僕らずっとあるからさ、多分正解はなくてただ着地はできると思ってるんだよね、うん、これは絶対あってスナックについていきたいっていうか、うんうん、それはもう最初から感じてて、うん、これまでやっぱ事業面で言うともうずっと足引っ張ってるっていうのは、うん、自分でも自覚してて、でも何とかして、うん、あなた欲しいんだよって思ってもらえるように言われたことを最低限頑張ろうって、ね、これ瀬名さんの番組でしたっけなんでみんな瀬名くんに取り入ろうと頑張るの。エンペラー瀬名って番組ですこれだからもう全員横並びですって萌えさん、全員横並びですか。でもいやこれ萌えちゃんがかわいそうなのはやっぱ、うん、クビかもしれないって状態にいるとこういう発言は出てきちゃうんだろうなっていう、だってそれはさ人間弱さを持っててさクビになるかもしれないって言ったらさあなたについてきたくないって言ったらもうもっとくるじゃん自分に、そうだね、災いが確かに。でも瀬名さんもクビになる可能性ありますよって言っちゃダメなの。でもそれを言える立場の人が今この状況にいないんじゃない。いないね、だからやっぱ萌えちゃんが生き残る道は頑張って勝つしかなくなってるよね。大輝と同じじゃん。うん、なるほど。これ大輝復活するんですよね。すいません、ここにここにあの地獄の中にかわいそう。本当にブルーなのかな。あブルーに変えると書いてた。レッドの可能性はないですか。分かんない、ルール変更されたらあるかもしれないけど。え、私も今後も絶対あると思うんだよ。だからそこが、うん、だからでもそれは私が言っていけばいい話って思ってて、うん、でもうそこにはもう今こうやって話せてる時点でもう今後は話せると思ってる。だからそこはほんまに信じてほしい、うん、うん、だからこれからもお願いします。こちらこそお願いします。いやー噛み合ってないかな。噛み合ってないね。仲直りね、ひとまず、うん、噛み合ってないですね、引っ張んなくてね、うん、はい、YouTube 楽しみにしてました。チャンネル登録お願いします。せーの、アットがなんと公開されます。はいはい、あっ確かにさっきの話的には美容系だからしにくいよねみたいな。でもまあ美容の友達の友達もいるじゃないですか。え、なんでそんな変わってるの。いや、ちょっと変わってるの。いや、もうだっておかしいやん。どうにもなるの。前からさ、急にしてさ、あ、それはおかしい。そのさ、開けると思う。本当に、小学生が始めたチャンネルじゃないんだから。あ、そこに対してはそう、あ、そう何に対してはあ、そう、それは思うよ。これ、4人いそうって聞くのは、それは思うよ。本当にもういや、なんか、負けに行ってます、もしかして。でもほら、やっぱだから絵に映さないとやってるかも。確かにね、だって外観調査しましたよね。ま
調べたら一瞬で集まったじゃん。あれはやればいいけど。てかまあ登録お願いしますじゃないもんね。まあそう。登録者ゼロでも再生されてればいいわけだもんね。そうなのよ。4人揃ってある、まず、うん、その街頭調査全員違うとこ行きましたから。それこそこれで、今音楽一曲でも撮ってればいいじゃんって話になるよ。いやなんか絵が欲しいんですよ、ね、そうだ、絵だね、そうだね。ちょっと絵で解決するのやめよう。やめ込んでいただけないですかね、すいません。2人2人でもやれるかな。すいません、YouTube チャンネルスキャンしてもらえないですかね。スキャンしてもらうだけで全然大丈夫です。再生回数も欠かせるんで、ちょっと今ちょっとね、某番組で。でもこれ、本当に思うのは気をつけた方がいいのは、なんかこれで普通にフィッシングサイトとか飛ばす人いるから、マジで気をつけてください。それだけ言いたかっただけです。再生回数だけです。不相運。怪しいよね。怪しい、普通に近すぎたかな。はい、いけたんです。行きました、ありがとうございます。よかったら感想を渡していただけたら。ありがとうございます。皆さん、今カメラ持ってるから。この度、YouTube チャンネルを始めました。登録お願いします。すいません、よかったら YouTube チャンネル登録していただけます。しかもこれ、日中の六本木のここやろ。いや、そう。いいですか、ありがとうございます。え、ちょっと待って、これさ、他のみんな何してんの。え、何が何が。だってさ、まるちゃんがさ、大声出した時とか笑ってたじゃん。なんかさ、もうさ、なんか悲しいわ。まあ、よくないよね。うん、本当に。まあ一人か二人でいいよね、だからやっぱ、うん、他の三人もこれは違うと思ってるんだったらやんなきゃいいじゃんね。けどさ、こうやってなんか頑張ってるわけじゃん、萌えちゃんは。そういうことにさ、うん、笑っててさ、三人は。よくないと思います。よくないよ。よくない、よくないよ。え、もう座ったやけど。もう いいじゃん、萌えちゃん。QR 見せてすらいないからね。確かに。もうだってやばい。女らしいんじゃないですか。いい。あら。あら、デートじゃない？始まりましたよ。夕日も綺麗。ちょっと不安になってきたんだけど、ミッション。あ、スペシャル。え、私も全然自信があるわ。うわ。家で仕事してます。撮影に来たじゃない？だから首っていうのがきついな。いや、きついよ。だってこっちのチーム。3人でさ、誰が首ってなってさ、知らないよ。そうか、知らないか。結構きついわ。みんな2人よ。そうでもさすがに1人置いてってるわけじゃないんじゃない。どれ置いてってるでしょう。これはデートですか。距離近いですよね。楽しいね。あ、待って、そうだ、このシーンが来る。デートね。確かに冷静に考えたら、シーズン1をかぶせると。え、寒くないの。6万円のダウンだから。6万円のダウンなの。そうそんな高いの買ってくれてありがとう。その下は20万円のダウンです。もう高いよ。二度と沈まないんじゃないの。沈んでるから大丈夫。沈まなくさせよ。そっか、うん、太陽と会話していい。いいよ。太陽と会話していい。おい太陽さんよ、必ずチームレッド勝つように願ってくれねえかな。はい、お願いします。あ、お願いします。だってありがとう。でマジ勝ちたいわ。勝ちたい。最終的にデモで、いや待てよ、違うな。このミッション負けたとしてデモでってなってもやっぱ一人いなくなるのが嫌だわ。え、嫌でしょ。マジで。え、無理無理、普通に無理。やっといろいろ乗り越えて固まって事業方針の方針これはやばくない。やばいな、うん。確かに。え、ちょっと待って、波怖っ。回すよ。これ波怖くね。波怖って言ったら、怖い。これ見てね。まあまあ怖い。ほらほら強っ。おお強いぞ。マジ怖いんだけど。寒いっす。寒いよね。気がつかない。飛行機え
沈んできてる、うん、あれあっちも飛行機ボーイングボーイメリーボーびっくりした飛行機まあまあ頑張るか明日からもなうんうんうんサメラ帰るかうん帰る帰るうんうん帰る帰る帰る、はいはい、あダウン返し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 サメラ今の何寒い寒いよ寒いんだよ寒いね寒いよ飯食わないなんかあご飯は食べたいけど何チャーハンえ温かいもので温かいものじゃあ冷麺でいいやだあやだ寒いんだもん寒いよ寒いよあれえさっき来て仕事でした、しましたね今びっくりはい何が起きたんだろうびっくりです、はい、でも嬉しすぎてない嬉しびっくりしすぎて、なんかそれ以上の感情がないかもまあずっと一緒にいるんで、なんかそうっすね、なんか雰囲気良かったんでちょっとエモーショナルになっちゃったっすねエモーショナル理由それなのそういうことなんですかしかも、はるたの方がさっき塗り棒に仕掛けた、はい、あのさ、ああいう時のさ、雰囲気って女子察するよね察するね肩に手を回された時点で、うん、なんか組んじゃねみたいな、うん、はいはいはい、はい、察しますはいじゃ逆に肩組んで、よかったらどうだし、ダメだったらどうなのでも、サーパンとはるたもちゃんどっちも察してたけど受け入れたいし、あそうだよねまあまあそうではありましたね、うん、はいはいはいなんかまあなしじゃないそうだねうんなしだったらこの時点で何あ、もちろん分かりました分かりました2回目の大輝ですよあーそうだねこれでしょこの時点でダメだと思ってそう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 あれはやっぱ嬉しいもんなの嬉しいもんなの質問おかしいわ足りないんだってことあ、そうそう相手がいい人だったらあんなためられるときついそうそうねそうかもそれはそうもっとさらっとだったらいいんだけどてかクールザクールザクール感じがちょっとその、はい、どう待ってたらいいかなって思っちゃうしそれはわかる確かにねうんはいえ、ああいうときどうするんですかああいうときって出るのそういうエモーショナルの時はちょっと我慢したりするあれはやっぱ高校生の時あったよ大阪橋って横浜にある橋とかで、うん、これいつキスすればいいんだろう聞こえないだっていつキスすればいいんだろうみたいなのを探り探りもうちょっとこう汗ちょっと手汗かきながらもうみたいなのはあったよ高校1年生でやっぱあれぐらいで回るんですか、ね、ありますよあれはもうでもその塗り棒がやってる意味は分からん好きなのかな、お互いね。ねえ、まあでもいい感じなのかもしれないですね。はい。バカにされてもねー。終わりや。まあ、だから二人になっちゃうから、このチーム。やばいね。多分抜かれてるわ。いや、全然抜かれてると思う。マジか。待って、私さ、めっちゃやばいの見つけてんけど。いや、向こうのアカウントちゃん。チームブルーのチャンネル見つけました。お疲れ様です分かってるでしょでは結果の発表いたしますああ、次回発表なんだ分かってるんだえ、分かるよね、そんな勝利チームはおえ、チームメンバー違う、帰ったえ、帰ったんじゃない帰ったいや、この首の流れで明らかに帰ったでしょ多分あれ扉外出たんだだって誰でもなかったよ今の雰囲気え女性の白ジャケットにあんなトートバッグはハルタムさんは持ちません、うん、瀬戸さんっぽさは女性だった気がする線的にはでもほら細い線じゃん見てちょっとあと音なしでねえほら手もでもほら手白いのさ瀬戸さんありそうじゃないでもピンクのカバンのショートでこういや手の感じ女性だと思うんだよなじゃあおもちちゃんしかいないじゃんおもちちゃんはこの服装しませんえでも萌えちゃんもしません萌えさんもしませんいません新メンバーですええー、新メンバーもうさすがにないっしょでだって大輝も来るんでしょもうすごいじゃん兄ちゃんてか
がもうよく最初のやつだからそっかクビになるから、うん、その後に入ってくる追加メンバーってことか。そうこのなしではない。でもさ今8話、うん、9話でスペシャルミッションクビ終了クビ決定で10でミッション 4、11でミッション 5、12で最終プレゼン、うん、そんなタイミングで呼ばれてもいやそうだよねだから新メンバーじゃないんじゃない。まあそれかもう別に何でもないただの改編シーンをちょっとそれっぽく差し込んでる。でもこれフラグ立ってませんでした。相手のアカウントどっちも分かってて、うんうん、分かってたね。表情的にはブルー負けてる感じやったけどね。ちょっとそのあそうだ、ね、毛色はあったよね、うん、ちなみに授業は進んでますか。進んでません見えぬところで進んでいるでしょう。まあそうですよね。ラウスがね電話してたじゃん。確かに確かにね。まあ来週は楽しみですね。はい来週楽しみでも、はい、楽しみです。いずれにせよではまた次回の動画でお会いしましょう、はい、バイバーイ。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。切り抜き無断転載大歓迎です。また次回の動画でお会いしましょう。